ですね、サムネタイトルにもある通り、このベックマンの特集会ということですね、まあ、この靴について、まあ、ちょっとしっかりお話できたらなと思います。で、まあ、大きく分けてね、3つの点について話をしていこうかなと思うんですけど、まずこのベックマンがね、どういう靴なのという点と、どういう感じにね、ケアをしてきているのかと、どんな感じのそのエイジングがね、見られたかというところで、ちなみにこの靴買って大体5ヶ月ちょっとぐらいです今で、まあ、じゃあ話をしていくと、まずね、この靴が、まあ、どんな靴かということで、レッドウィングが出しているベックマンという靴になります。で、ソールが、ベックマンソールという、まあ、ビブラムがね、出している革と、このラバーのね、このソールと、この上のね、この革がフェザーストーンという革になっています。でカラーはね、これチェスナットっていうカラーで、確か4色展開になってます。ブラックと、このチェスナットと、それからシガーというもう少しこう茶色がかったベックマンと、あと、まあ、多分一番人気なのがあのブラックジェリーなんですね。ちょっとバーガンディっぽい感じの色なんですけど。で、僕はこのね、まあ、チェスナットをね、買ったんですけど、でこのベックマンっていうこの名前なんですけど、まず。ベックマンはこのレッドウィング社を最初に作った創設者の名前が冠せられたというか、その名前がそのままね、付けられたんですけど、普通に。まあ、ということはね、多分レッドウィング公式の回答としてのこの、レッドウィング・オブ・レッドウィングみたいな靴なのかなと思いますね。だって創設者の名前付けるって相当ですからね、これ。で、この、まあ、ベックマンなんですけど、この革石、フェザーストーンっていう、まあ、革がね、使われてるって話をしたんですけど、まずこのフェザーストーンって、まあ、何かっていうところなんですけど、原皮、元のでっかい革1枚からの 5% しか取られない、なんかこう、傷とかね、変なこう、まあ、跡とか何もない、すごいこう、何の加工もしなくても綺麗な状態の革を使っているのがこのフェザーストーン革で、これね、本当に型とかね、ツルッとしてて、本当になんかこう、履き地は何も入ってない状態だと、綺麗なんですよね。で、このまあ、チェスナットっていう色を、まあ、僕は買ったんですけど、まあ、これまず買った理由としては、これ見ると、なんか、レッドウィングっぽくないというか、これ、サキシンがこれ入ってるんですけど、この丸っとした、この感じね。で、でも、こう、確かに可愛らしいんですけど、フォルムは。ちゃんとこのベックマンソールで、ちょっとコツッとしたイメージ。で、これ今、ロービキのね、この開き紐が、これついてるんですけど、一番最初はね。で、これも、なんかちょっと武骨な雰囲気をね、演出しつつも、こうなんか丸っとしてて、で、この黄色で、なんかこう、可愛らしいなと思って、今ちょっと細めのね、デニムに合わせたりしてるんですけど、まあちょっと太デニムとか、あとまあ今冬なんで、そういうと、なんかトレーナーみたいなね、こう、パーカーとかなんかこう、ちょっと、ラフなね、服装にすごく合うんじゃないかなと思って、なんかこう、惹かれてね、これ買いましたね。で、あとまあ僕自身こういうちょっと、色の明るい、なんか、まあこう、黄色っぽい感じの色なんですけど、こう、革靴をね、持ってなかったんでまだ、ちょっと買ってみようかなと思って買いました。で、まあ、さっきも話した通り、ソールはね、ベックマンソール、まあ、紐は、ロービキのひだ紐と、フェザーストーンというか、お疲れというのなんですけど、今、この靴、実は、廃盤になってしまってて、さっき言ったこのフェザーストーンというの革を使った靴そのものが、どんどんこう廃盤になっていって、もともとね、ベックマンフラットボックスも、ブラッククロンダイク以外にも、2色ね、フェザーストーンであったんですけど、まあ、それも廃盤になったと。まあ、本国ではそこまでこう人気じゃなかったんだったり、あとまあちょっとこのコストが、生産コストがやっぱり高いというところで、まあ、ちょっと廃盤になってしまったのかなっていう話もね、まあちょくちょくありますけど、僕はね、ちょっと惜しいなと思いますけど、このフェザーストーン自体すごい綺麗な革で、こう履き込むごとにね、こう、ダイレクトにこのエイジングをね、楽しめる革なので、何もこう取っこうともしない。まあちょっと多少はね、顔料が塗ってあるかもしれないですけど、だからすごいこう、レッドウィングの中では、まあ多分かなりナチュラルな部類に入ると思うんで、これ残しておいてほしいなとはちょっと思いましたけど、まあちょっと変わってくるって。で、来年のね、2022年の、まあ、秋頃に、まあなんか別のレザーを使った、まあ、ベックマンが復活するんじゃないか、みたいな噂もね、まるで、まあちょっと若干楽しみにはしてるんですけど。で、この靴、なんかレッドウィングの公式 YouTube の中でも、まあちょっと話された、コロナ禍でね、サイバー攻撃を受けましたの話があったんですけど、まあその頃に作られた、このベックマン、で、この、どの靴も、このベロの裏に、レッドウィングって、タグみたいなのついてるんですよ。この、どういう品番の何かってやつですね。あ、これちなみにこれ9413なんですけど、この9413って書いてあって、だいたいサイズが書いてあって、みたいなそのタグがあるんですけど、多分今出てると思うんですけど、そのタグの一番下かなに、こう数字がバーっとこう、羅列されてるんですよね。それが、いわゆるロットナンバーといって、まあ、だいたいね、靴、この靴だけじゃなくて、もうだいたいどの製品にも、こう、まあ、いつ、どこで、まあ、どんなタイミングで作られたみたいな、その、データがね、
番号として送られている、まあ、ロットナンバーとなるんですけど、まあ、そのサイバー攻撃で、まあ、レッドウィング保有していたデータとかが、まあ、すごい飛んでしまったと、で復帰も不可能となった時にこう作られた、ベックマンはこのナンバーがどうやらないらしくて、なんで、まあ、これも廃盤になってるんですけど、廃盤になる直前に出たそのロットナンバーのないベックマンはもしかしたらちょっとレアなんじゃないかなと思ってます。もちろんそのなんかすごい価格が高騰してみたいなことはまあないかなとは思いますけど、はい。なんで持ってる人はね、おお、ちょっとレアやなと思って、ちょっとまあ、楽しんだらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、二つ目。この靴、どんな感じにメンテしてるのかなんですけど、一応ちょっとプレメンテをしました。この靴に関しては。というのも、まあ、来た段階でというか、まあ、店頭で買ったんですけど、箱を開けた段階で、まあ、ちょっとこのくるぶしあたりというか、この辺がすごい乾燥してる、なんかカサカサしてるなっていう印象があったんで、M モーグレーのデリケートクリームを確か2、3回に分けて入れましたね。もう全体に。で、ちょっと、まあ、カサカサ感はもうなくなったなってところで、クリーム1925か。で、全体をね、コーティングするように塗って、まあ、蓋をするという感じでしたね。プレメントをしました。で、その後もね、まあ結構生えてるんですけど、一回だけ、固く絞ったクロスで拭いて、クリームを塗って、まあ、すぐブラッシングするっていう、まあ、メンテというか、オイルアップはしましたね。オイルアップ自体はその2回だけで、それ以外はもう全部、曲げのブラシでね、ブラッシングするだけに留めてますね。こう、ちょっと、まあ、綺麗めに若干ね、履きたかったなっていうのはあったんで、まあ、そんなにいっぱい塗ったりはしないですね、この靴に関しては。あ、ただ、ちょっと興味本位で、確か1回目のメンテの直後ぐらいに、ブートブラックの、確かブラウンかなを、この、つま先とかかとにちょっと塗ったんですよ。わかるかな、もうつま先にね、ちょっとこう、もう今傷っていうか、なんかぶつかった後とかで、まあ、ちょっと擦れちゃって、なくなってる部分もあるんですけど、焦がしをね、入れてみたいなと思って、ブートブラックをね、ちょっとこう塗りましたね。またね、ちょっともうちょっとしたら、まあ動画の中でやろうかと迷ってるんですけど、ちょっと、綺麗にまた焦がしをね入れて、ちょっとアンティーク仕上げっぽい感じにしてみようかなと思います。元の字が明るいんでね、こうアンティーク仕上げとかもすごい映えるんじゃないかなと思って、でこれちなみに塗った後固く絞ったクロスとかで拭くと取れるんで、まあちょっと普通に明るい感じで楽しみたいなって時はそれもできると思います。あ、ちなみになんかクレームとか油性のねこうクリームを塗ると色抜けが起きるみたいな話はあるんですけど、ちょっとこれ元が明るすぎてクロスについてるかが正直分かってないんで、多分ちょっと抜けてるとは思うんですけど、なんで、あれなんですけど、はい。まあ、塗りすぎというか、なんかこう、オイルとか入れたりすると、やっぱりエイジングは進むんですけど、まあ、エイジングって言っちゃえば、まあ、劣化ではないですけど、まあ、状態がどんどん変わっていっちゃうんで、まあ、ちょっと綺麗めに履くのであれば、まあ、若干ね、こう、乾燥、明らかに乾燥してるときは、除いて、過剰なオイルアップはしない方がいいかなと思って、僕もね、まあ、ブラッシングメインで、この靴は、まあ、メンテしてます。最後に、この靴の、まあ、その、エイジング報告、だいたい5ヶ月ちょっとぐらいしか、まあ、履いてないんですけど、まあ、どんなもんかなというところで、もうね、くるぶしは、もうちょっとこれ、骨の場所がわかるぐらいくるぶしの、もうしっかり入ってますね、ここに。これがくるぶしの僕の骨、このポコッとなってる部分ね。で、こう深くこうシワが2本入って、やっぱり、このブーツの最大の魅力ってここだと思うんですよね。このくるぶし付近のこの大きなシワ。大きなシワにこうなんかまとわりつくように細かいシワがちょっと入るみたいなね。やっぱいい革だとね、そういうのが起きるんですけど、これがね、やっぱりブーツの醍醐味かなと思いますね。と、あとこの履き地はね、この甲のあたりの、この深く1本、スワッと入って、で、まあ、内側にね、足の、まあ、ちょっと細かいのがサッと入ってはいるんですけど、まあ、先芯が入ってるんでね、まあ、ここはね、もちろんその、第3の章とか入るわけはないんですけど、まあ、それもまたいいなと思いますね。まあ、こう土踏まずのところもね、こう、サッとこう、シワも入って、もう完全に僕の足の形にね、こう、フィットしてるんで、で、靴紐もね、こう、一番最後までこれ通して、クッと締めてるんで、まあ、僕の足の形にこう、密着するようにね、圧着するように、こう、グッと押さえてくれてるんで、ホールド感もね、すごいですし、でも皮は柔らかいんで、そう、これ唯一、靴ずれ起きなかったんですよ、この靴。もちろん最初にね、いっぱいオイル入れて、もちっとさせたっていうのもあるんですけど、皮がね、すごい上質で柔らかいんで、こう、なんだろうな、
まあ、比べるのもあれですけど、ブラッククロンダイクの時はもう死ぬかと思うぐらい硬かったんで、もうそれに比べたらもう雲泥の差かなと思いますね。その履き心地、特にその最初の方のね、あこの足の痛い感じレッドウィングだなっていうのが正直なかったですね。めちゃめちゃ履きやすかった。まあそんな感じでね、まあさらっとね話していったんですけど、まあ、この靴もね、今後まだまだこれ履いて、それこそまあ半年経ってないかなぐらいなんで、まあ何ヶ月かとかそういう節目のところでね、エイジング報告会やりたいなと思います。この靴自体ね、今手に入りにくいというか、まあでも一部店舗ではね、まだ取り扱ってる場所もあるかもしれないんでね、まあ、もしどうしても欲しいという人は、ちょっとなるべく早めに、まあ、買った方がいいんじゃないかなと思います。もうね、いつこの革で復活するかなんてわからないですし、一応ね、ベックマン自体は、まだ、2022年の秋頃にね、別の革で復活するんじゃないかっていう噂はあるんですけど、まあ、このフェザーストーン自体はね、もう、とりあえずなくなるということなんで、まあ、ちょっと買いたいなという人は、はい。どうぞ。ということですね。今回の動画はこのベックマンチェスナット9413についての動画でした。まあ、まだあと、特集会を組んでない靴ね、レッドウィングでもまだありますし、それ以外の靴もね、まだいっぱいあるんで、ちょっとこう、待っててもらいたいなと思います。特集会ね、これちょっと編集時間かかるんですよ。撮影から編集までね。まあ、特集会以外にも、あと、あれだ、さっき言ったエイジング報告もね、この靴以外にも、まだまだいっぱいね、それぞれの節目のタイミングでやっていこうかなと思うんで、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。以上、黒でした。グッドとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。